はい、こんにちは、影村です。今日はちょっと暑いのでキチキチに冷えた、あんまり関係ないですね、キチキチに冷えたボルビックさんのレモン&ライムですね、ライム&レモン、レモン&ライムの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。まずボルビックさんのレモン&ライムの特徴なんですが、レモンとライムが香るボルビック爽やかな美味しさで後味すっきりということです。それではまず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。ナチュラルミネラルウォーターと添加糖、砂糖、酸味料、香料、保存料ですね。あとはカロリーの方は19キロカロリーですね。 100ml あたり19キロカロリーということです。ボルビックさんのミネラルウォーターはそのまま飲んでも美味しいと思うんですけど、味付ける必要はあるんでしょうかですよね。それでは、お味の方をチェックしてみたい、中身の方はもう無色透明ですね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。ああ、うまい。薄いレモネードみたいな感じでライムでさっぱりしますね。美味しいです。特に暑い日はいいんじゃないでしょうか。ちょっともう一回チェックしてみます。ああ、口当たりさっぱりです。さっきご飯食べたんですけど、とんかつ食べたと最高に合います。関係ないですね。ボルビックさんのレモン&ライムですね。じめっとした暑い日にぴったりではないでしょうか。美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。